戦争の時も敵兵は俺たちとは違って苦しまずに死ぬはずだって。戦場では自分を壊して別の人間にならないと戦えない。俺たちはそうでもしなきゃ生き残れなかったんだ。みんな元の人間に戻れなかったのか。戻れた奴もいただろうさ。故郷へ帰り家族と過ごす時間で元の自分を取り戻せるのかもな。日本に帰ってきても元の自分に戻れない奴は心がずっと戦場にいる。ん？アシリパさん、なんか食べてる？ニチカの肝臓だ。杉本も食べろ。たくさん血を失ったんだから。うん、私も食べたいけど、風が収まるまで我慢しよう。アシリパさんは本当に脳みそが好きだね。杉本は王様以外に何が好きだ？食べ物？干し柿かな。なんだそれ。そっか、北海道には柿の木がないんだっけ。食べると渋い柿の実を乾燥させたものさ。干すとすごく甘くなるんだ。もう何年も食べてないな。最後に食べたのは戦争へ行く前だ。戦争から帰った時に食べなかったのか。春だったからなかったんだよ。そうか、杉本も干し柿を食べたら戦争へ行く前の杉本に戻れるのかな。全てが終わったら杉本の故郷へ連れて行け。私も干し柿を食べてみたい。いいな杉本。